怖いな。みんなの切り抜きを見て、なんか指まで入れ墨が入ってるのを見て、俺はもう無理だと思って。おい、いや、あの位置見逃さないですよ、ギャルさん。マジで絶対俺じゃない。誓っても俺じゃない。マジで神様に誓っても。ちなみにですけど、信用してもらうか分かんないですけど、スパイやゲロ、関裕太は左の区画にいました。ギャルさん、助けてましたよね。めっちゃ助け時間かかってましたよね、今。なんで言うんですか、ずーっとやってましたね。はい、それ関係ないでしょ、今その犯人さん。あ、キンクセンいるじゃん、もう。あ、お疲れっす。あ、お疲れっす。あ、お疲れっす。お疲れっす。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりですね、本当に。お久ですね。アーク以来か。そうっすね、アークで一瞬お願いします。なんすか、やばい、なんすかこの感じ。違う。いや、すげえ頼もしいのにな、チャットだと。いや、そうですね、チャットとだと生きれるタイプ。すげえまとめてくれたりするからさ。いや、そう、なんかみんなあれかなと思って。いや、なんかそう、なんか出すぎない範囲でまとまるようにと思ってたんですけど。会話集団行動得意って書いてあったのに。そうですね、あ、集団じゃないから。そうなんです、今コナを戦いながらワンマンに出て。そうなんですよね。だからもっと静かだった、もっと人多くなると、ちゃんとこう後ろに回って。気まずいな、誰か来ないかな。気まずいな。いや、ガチでめっちゃ久しぶりだ。いや、俺嬉しかったっすよ、ケンキさんが。いや、はい、帰ってくれてたんで。あ、いや、てかそう、いや、僕もなんかそんな指名されると思わなくて。いやなんかもう絶対指名されない、ランダムは確定だと思ってたんで、僕トイレ行ってたんですね、あの時。いやそんなことないでしょ。いやそんなことないでしょ。戻ってきたら指名されてて、そのなんかバッて視聴者来てくれたんで、なんか炎上したのかと思って。最初謝ってました、トイレ行くなって。いや、なんかその、まあ、なんていうかね、その別の理由で何かで炎上したのかなと思って最初謝ってたら、まさかあの。てか、チーム分け、はい、なんかこれ、めっちゃ期日短くて、はい、おととい聞いて、今日までなんで、めっちゃむずいんですけど、ある程度、あれですかね、多分全員まんべんなく出れるようにはとにかくするんで。あ、まあそうですよね。思う。ケンキさん、多分バロいけますか？バロ、やりますよ。あ、もうありがたいです。ランク的に、はい、多分ケンキさん、バロ、戦力なんで。はい、そうですよね。はい、なんか見てた感じ、わかりました、もちろんっす。そうですね。ただ、僕が多分できるのが多分、関さんしかいない。まあでも俺、どうなんだろう。俺でも、やるマップ決まってないですよね、俺まだ。パールとロータス以外なら、できますよ、やってたんで。あー、パールとロータスなら何もしなんす。来たらもう、はい、来たら俺、交代しますわ。オニアに出てもらいますわ。あ、オニアさんが、僕やるってことですか？うん、捨てるってことですよね、だから。捨てるとは言ってない。オニアは捨て。いやいや、なんかそう、なんか見てたんですけど、配信すごい後悔されてらっしゃったから。いや、でもオニアかって。そう、だからそうなのかなと思って。そう、あいつ今日来ないのオニアだけっすよ。オニアだけ来ないっす、今日。イエイス。体調、そう、体調ちょっと悪いらしくて、100% にしたいってことで、もうお大事。ああ、そうですね。いや、まあまあ、けど、まあ、むしろ良かったみたいなとこは。良かった。いやいや、そういうことじゃなくて、オニアがいなくて良かった。いや、違う、そういうことじゃなくて、その、ね、なんかその、あれじゃないですか、その、初めての状態で。はい。そう。味わいたい。最初の状態で出会いたいというか。多分、面食らうっすね。あ、会ったことないですか？一回、はい、あ、飯にいらっしゃったことがいて。いらっしゃったこと。そう、ほぼ話してないんですけど。どういう状況？そう、なんかその、なんか結構いろんな人がいる飯があって、そこの横に、たまたまオニアさんが僕の横の席だったんですよ。はい。うん。で、マジでずっと、この人適当な話をしてるなと思いながら。やばい、やばい。いや、本当になんかこう、
本当かなって話をずっとしてた。そうなの、ずっとわけわかんないこと言ってるから、あんまり相手はしない方がいいですね。いや、そうなんですよね。なんか、お初の人って。いや、僕、ほぼほぼっすね、多分。ああ、ほぼ全員いける。そうっすね。だから、顔広。いやいや、いや、違います。ほぼほぼお初っす。ジャックス、ジャックス、ジャックス、ジャックス。なら。なるほど。はい。一番やったかな。あ、じゃあ、こんにちはっす。配信してます。してます。はじめまして、ヒンです。お願いします。お願いします。今、話してましたわ。やべ、なんか、スパイヤー来た、気まずいな。おめっ、あ、来た。どういうこと来た。おはようございます。あ、お疲れっす。正義にもギアにも、建築もみんないるじゃないですか。あ、お疲れっす。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 こんばんは。あ、確かお疲れ様です。あ、斉藤さんお疲れ様です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。おぉ、揃っていいです。これ今、はい。どんな感じですか？あ、なんか。何やんの？え、アマンガスでもどうかな？アマンガスでもどうかなと、ジャブで。あ、バロとかじゃなくて、普通に遊ぶ感じですか？はい、結構多分集まるんで、人数的に。なるほど、なるほど。その人数でできるゲームがあれっすね。人数ってやったら限られるっすもんね。はい。9人ですね、多分。こんばんは。あ、どうもっす。お疲れっす。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。お願いします。あと、あれも、あ、お疲れ様です。ギロさん、こんにちは。あ、ギロさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ギロです。よろしくお願いします。お願いします。すげー、マジで集まるのワイワイいいっすね。いや、めっちゃありがたいっすよ。やっぱ直前にゲームしてね、会う方がめっちゃいいじゃないですか、絶対。まあ、連携力高めて行きたいっすもんね。間違いないですね。騎馬戦とかあったら、もうチームワーク試されるっすね。騎馬戦ないでしょ。こんなのあるんですか？騎馬戦あるの？あるんじゃないですか、騎馬戦。いや、マジで怪我しそうですね。ラムちゃんあげるしかないんですよね、もうじゃあね。あ、一番上に置くしかないでしょ。うん。絶対楽しみっすね。あるんで、ハイパーワーク多分本当にあるんで、フィジカル系。フィジカル系マジやばいです。僕ずっと筋トレしてるんですよ、プロテインで。もう最高っすね。おーおー、まあ、まあ、全然ワンチャン負けてもぶっ壊してもらっていいんで、暴れてもらって。ああ、もう、まあ、もう大将がそういうなら。うん、僕初犯なんで、大丈夫です。嘘だ、本当？本当に？触れにくい話題。触れにくい話題。本当？ガチ？ガチっすか？本当かどうか裏でこっそり。え、それやってるやつじゃないですか。裏じゃもうダメなのよ。裏じゃダメなのよ。じゃ今のちょっと踏み込みにくかったな。大丈夫ですよ、マジで。どこまで本当かわかんないですからね。全部嘘っすよ。お疲れ様しました。8じゃないですか。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。もうお疲れっす。申し訳ないっす。いやいや、とんでもない。お願いします。お願いします。いや、すげえ、なんか揃うとは。確かに、ありがとうございます。その皆さんも忙しいのか。いやー、そんなの大丈夫。すごくないですか。来るでしょ、みんな。いやー、これガチ勢少ない感じですか？全員雑魚。おー、そんなやったことないほぼやってないですね。おー、めちゃくちゃ沼りそう。俺、面白い感じになるんじゃない？おお、マジか、珍しい。なんか大体ガチ勢いるんだけど。確かに。全員雑魚。俺クソ雑魚でいつもこれやると配信荒れるんですよ。雑魚すぎて。もう何やっても騙されるし。ガチすぎてね。いや、うまいやつマジやばいんですよ。もうこのね、人間嫌いになりますよ、うまいやつ。やめましょうよ、じゃあ。もうチームでやるゲームじゃないよ。全員下手なら大丈夫です。全員下手なら大丈夫です。ガチの人がいたらどうですか？マジで嫌いになりますよ。いや、確かにガチな人やばいから追求。やばい。京都さんの223がいいって。あ、それでいきます。ありがて。主任タスクはオフにする方がいい。ははほや。視聴者プロいるな。あったな、でもそんなの。あ、タスク成果とか見えるってことな。主任タスク。だから、それで証明できるみたいな、なんか仕事ができる。なんかあった気が、確かに言われてみれば。いいっすね、ケンキさんがマジで一番俺がこのゲームやってるわってなった瞬間、
すげえちょっと元気になってくれたら嬉しいです俺。さっきね、違う、そういうことさっき1対1で話した時めっちゃ喋ったのに、みんな来ることにどんどん喋らなくなってたんですよ。なんで言うのそんなこと。なんで言うのそれ。ねえ、なんかそのちょっとね、緊張しちゃって、ね、緊張してたんすか。緊張するでしょ、そりゃどうしようってなっちゃうんですよね。なんかフォイさんとかなんかミスったらぶん殴れそうだし。ミスったらぶん殴ります。やっぱそうなんだ。はい、一番感じはそうです。怖いな。んかみんなの切り抜きを見て、なんか指まで入れ墨が入ってるのを見て、俺はもう無理だと思って。おい殴られるぞ。やばいやばい。なんか研究してるじゃんそれ。こんなこと言ってるんですけど、一緒に鍋パしたことあるんですけど。いやあの時も俺ほぼ話せてなかったっすよ、言うの。うわ、俺結構話したつもりやったのに。いや、あ、俺が陰口言ってたんだ、研究。いや、そんなことない、そんなことない。陰口言って怖いよ。陰口言ってたんだ。陰口言配信で言ってんで、陰口じゃないです。焦りすぎでしょか、結局本当みたいになるんですよ。そんな焦りすぎ。別にそんなことない。はい、お疲れしゃー。あー、怖いなー。あー、怖い。あー、さよなら。え、怖い。ミュートになってねえぞ、二人。大丈夫か。あ、ケロさんが。ケロさん、マイクメイトだ。あ、やばい、怖い、もう。怖いよ。あ、これどうしよう。ワイプの位置変えたい。てか、これ、そういえば最初に鳴らすみたいなセオリーなかった？これ誰もやらない感じ。マジでみんな素人じゃん。いやー、安心感やべえ。ちょ、鳴らそう俺。怖いから。やってる感出そう。ちょっと一回ね。あー、お疲れ様です。はい、はい、はい。あの、ちょっと、みんなの声聞きたくて。はい、言ってよ。寂しくて鳴らしちゃいましたね。まあ誰もまだ死んでないみたいですね。死んでないです。いないのかもしれないですね、もしかしたら。こんないいチームに。いや。うわ。いや。まだ何も事件起きてないかな。なんかね、まだ。なんかね、ショコさん怪しい。あー。いや、もうやってないですよ。ただ歩いてるだけなんで。歩いてるだけが一番怪しい。助けの説明か。ああ、助けやりながらね。なるほど。じゃあこの後助かってもらっていい？でも、ケンキ君も始まってから全然喋んない。ああ、いや。あんなに、あんなに喋ってたのよ。いやいや、違う、そういうことじゃなくて。みんな話してるなと思って。みんな話してる最中に話したら、かぶっちゃうじゃないですか。あれ？そう。なんか動揺してません？なんか。すぐ動揺する。いやいやいや、じゃあ、そんなことないですけど。はいはい。一応、ショコさん、じゃあ、やっときます？黒いや、怖っ！最初に名前そんなことないですね。ショコさん、大丈夫ですよね。大丈夫ですよ。早いな。大丈夫か。手が早すぎる。本番絶対これやばいっすよ。じゃあまあスキップで、これで何もなかったらスキップですね。犯人が見つからなかったら。スキップ入れました。スキップしました。はい。いいカルード了解です。はい。あれ？なんで？なんで？誰か入れてるぞ。操作わからんかっただけやもん。まあ。あ、怖い！怖い！やべ、ダブルキルされそう！怖い！やべ、俺。やべ、一緒にか。あ、タスク、あ、でもみんなやったことあるのか。あ！どこ？カフェテリアエンジン。やだ！やだ！ああ！よかった。まさのりチャンネル。それ。まさのりさん喋ってないぞまだ。まさのりさん。フィジカル強いのに。フィジカル強いのに。確かに抵抗できそうだけど。犯人は刃物とか持ってたっすね、凶器を。多分フィジカル以外での犯行なんで。え？ちょ、え、これ死体発見したんですか？あ、僕です。どうなりました？あのリビング左出てすぐ下のとこです、ね、あの通路のとこですか？あのあそうっす通路のとこで
で、向かいからゲロ兄がとことこ歩いてきて、死体をスルーしたところに反対側から僕が歩いてきて、本当にもう、やってんじゃん。多分なんですけど、いや、これゲロ兄は分かってなさそうだった。いや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 、マジでなんか落ちてるなと思っただけなのよ。分かってないなんてありません。なんか落ちてるなみたいな。いや苦しいっすよ、ゲロさん。俺カメラで見てたんですけど、死体の位置、フォイ君が言ってる場所、はい、供述間違ってないんですよ、死体の位置。おこれぼかしないんですよ、フォイ君。はい、いや、あの位置見逃さないですよ、ゲロさん。マジで絶対俺じゃない。マジで神様に誓ってます。ちなみにですけど、ゲロ兄は死体を通報しようとした俺とすれ違った後にちょっと僕の方に戻ってきた。それ怖かった。逆になのよ。僕からは以上です。はい、いや本当に絶対に俺じゃないけどな。あとはもう皆さんにお任せします。いやこれ入れたいな、さすがに。やってるでしょ。俺が弁解、俺ってこれ弁解するために何か言わなきゃいけないですよね。そうですね、このままだと表面いっぱい入ります。本当に俺じゃないから言いたいんだけど、誰か二人とすれ違ったんですよ。え、直前に誰かすれ違ったんだよな。いや分かんない、お前これかい。あ、でもまだこれされない。されない。いや、されない。あ、されるか。あ、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 早っ。いや、答え合わせなってんじゃん、これ。よく言えば、神に誓ってとか言ってさ、そこまで言うんだったら俺違うかなと思ったけど、嘘じゃん。神に誓ってたよ、あの人。俺、そこまで言うんだったら、じゃあ違うかと思ったんだけど。フォイは白やな。マップ名称みたいな画像ないとダメなんだっけ。あっ！え？許せねえ。リーダー死んでる。リーダー死んでるやん。誰だよ、リーダー殺したの。俺許せねえ。誰があれだ。あ、俺が今見つけたんですけど、はい、停電して直しに行こうと思ったら、はい、なんか見えて通報の幕押したの。その発電所のとこにいたんですか。発電所の近くっすね、僕が歩いてるところら辺で見つかった。うわ、ちょっと暗かったんで完璧には分かんない。そうなんですか。僕は医務室から多分行ったんですけど。なんかそれっぽい言い方して時間を稼ぐのもうまい。うわ、嘘つきだわ。さっきの投票で、フォイさんしてあ、フォイさんからゲロに移ったじゃないですか。だから俺の中でフォイさんかなり白くて。おぉ、はい、うん、確かに。で、俺とギアさんとショコさんが、はい、3人で行動してた。マジでゲーム IQ 高い。ケンキさん、まあ、自作タイさんやってるわ。タイさんすごいわ。自演じゃないかなって。頭いいわ。見てないんで。それか、うん、もう、ま、ずケンキさんと俺やったらさ、どっちもあれすれば。確かに。いや、俺思ったんですけど、イムヒッツから停電止めに行ったんですよね、ケンキ君って。うん、うん。え、でも俺その通り道のリアクターでタスクやってたから、弁当移動しないと俺と会うんじゃないですか。いや、暗かったから見なくないですか。あ、暗かったもんな。暗かったから、暗かったら、ホイさんは逆に暗かったのに誰が通ったか見えた。いや、だから誰とも通ってない気がしてたから俺一生懸命タスクやってたんですよね。あ、すげえ。すごいね。うまいわ、うまい、うまい、マジでうまい。すごい。すげえ。見たんだ。ちょっとね、ギロさんが僕の殺人かぶって死んじゃったんだよな。あのね、本当に俺殺してなかったんです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ケンキさんを殺したんだなと思って、これってどうするんだっけなって通り過ぎたら、ポイ君が前から来て、あ、これそういえばダメだったかもって戻ったら、全部裏目に出ました。あ、そうだったんですね。いや、本当に殺してなかったけど、インポスターだったという。あれね、俺ね、ゲロさんのことをガチ信じたんですよ。
だって本当に殺してないって言ってたから、なんかあの言い方嘘じゃないなと思って。本当に殺してなかった。あ、本当によかった、俺。今、裏で話してたもん。ゲロさんのことマジ信じらんねえって話をしてて。本当に嘘じゃなかったんだ。そうっすよね。あれはね、嘘つきってたもんね。そう。勘弁してた。あれ嘘つきのこと言い方じゃなかったもん。確かに確かに。本当に殺してなかった。これ、誰も殺してないのにインポスターだって言われて、本当にインポスターなんだ。一番悲しい。一番悲しいな。進路を越えやりたくねえ。しゃあ、はあ、てかもっとさ簡単にタスクできた気がするんだけど。怖い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 。はい、いや、あまりにも怖すぎる。これです。ちょっと言い残すことはありますか、カイジ兄さん。え、言い残すことはありますか。なんですか。いや、僕は知ってますよ。酸素がなくなった時、4人で電気室にいましたね。まさのりちゃんと、俺と、カイジ兄と、あとギア兄もつけ。多分俺、行ったかな。ですよね。うん。で、もう一番最後尾のまさのりちゃんを電気室で噛んで、タイジさんが出てきた後、ずーっと俺のことを追っかけてきて、今もうリビングでボタンのテーブル挟んで争奪戦やってました。いやいや、ちょっと待ってください。怖かった。ちょっと待ってください。なんでこれボタン押したんですか、そもそも。だから僕はタイジさんから噛まれる前にボタン押したんです。もう本当にこれで僕間違えてたら次のラウンドで釣ってもらって構わない。いや、これ説得力あるな。構わないです。そんな感じだ。なるほどね。はい。いや、ちょっと僕の意見でした。はい。いや、これ僕じゃないんですよ、本当に。これマジで僕じゃなくて。いや、僕知らないんですよ、そもそも犯行現場を。あ、見ちゃって。いやいや、これそれ絶対見間違いしてますよ。あ、本当ですか。これ本当に釣ったらやばいですよ、俺を。じゃあ何も知らない状態でホイさんを追いかけて、何も俺普通に追いかけて酸素ルームでタスクやって、はい、でなんとなくホイさんについてただけですね、マジで。あ、なるほど。そう、じゃあそれは僕の勘違いだったかもしれないです。すいません。そうでしょ。はい。でもまあでも噛んだのは見ました。でも追いかけられたのは勘違いかもしれないです。以上です。はい、ちょっと一回スキップしますか。はい、お願いします。あ？え？ちょっと待って。ちょっとこのチームない！やばい！あ、ほら！わあ、うわあ、やっぱ俺、合ってたな。嘘でしょ？なにこれ？食われた？あれ？これ、いや、俺がギリ間に合わなかったんですよ、会場。あ、会場間に合わなかったってことか。そう、会場間に合わなくて。俺、オッケー押した瞬間やったのに。悔しい。あれダメなんや。うわぁ。いや、俺、一人も殺したいんだけど、まだ。やっぱそうですよね。いや、なんかすげえギアさん追っかけてくんですよ。いや、そうなんですよ。めちゃくちゃおもろい。マジで。いや、ここ怪しいなとは、やっぱでも、怪しかったね。まあ、怪しかった。そうですね、やっぱちゃんと。考えはあってたっすね。あ、こういう勝ち方もあるんだ。マサノリがすごい力すぎて。マサノリさん、すいません、マサノリさん、マサノリさん、すいません、マサノリさん、いや、さっきも先ほどしのね、全然大丈夫です。優しい、めちゃくちゃ優しい。マサノリさん、マサノリさん、25日ムキムキで来るかもしれない。殴ってくるから、全然大丈夫でしたよ。殴ってくる、全然大丈夫です。そのために鍛えてるんで。怖いもんね。全然大丈夫です。めちゃくちゃ筋トレしながら大丈夫ですよ。受けるかマジで。くる。これむずいね。でもいい感じだね。普通になんか俺もギア対峙怪しいなってなってたし、話聞いた感じなんか割とできそうだよ。30秒だっけいつも。これめっちゃむずいんだけど。タスク30秒。これスパイアやっただろお前やっただろ。ゲロさんのこと、あ、生きてた、よかった。早っ。あれ、発見させていただきました。
アイス。はい、あの僕右側でタスク電源切れた時に無視してタスクしてたんです。あの電源ついて下降りたら、はいはい、そこにちょっとタイさんの亡骸が。え、電でも結局結構近かったですよね、俺。あ、そう。で、ホイさんが上から来たんですよ。はいはい、で、下にあったんで、ホイさんは違うのかなって僕は思った。僕、そうですね。上から降りてて、ちょうど今、あの、ケンキ君が出てきたとこで、タスクしようとしたとこ。え、電源目安か？電源目安じゃないですね。はい、あの、マップ中央より右側？シールドルームらへんすかね。はいはいはい。あ、そう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 。右下の方の。いっちゃ右下っす。いっちゃ右下っす。本当に。本当に右下のところに。うん。まあまあ、廊下、はい、信用してもらうか分かんないですけど、スパイやゲロ、関ユタは左の区画にいました。ゲロさん、ゲロさん、助けてましたよね。めっちゃ助け時間かかってましたよね、今。なんで言うんですか、ずーっとやってましたよね。はい、関係ないでしょ、今その犯人さん。犯人さんに関係ないでしょ、それは。スタルトでいたじゃん、あの発電所に。うん。右下からマサノリチャンネル歩いてきてたけど、それは。右下っすか、そこにいたね。上っすよ。右の方から。え、なんだっけ、ショコさんのタスクを僕後ろで確認してて、リビングみたいなとこから上から普通に降りてきたっす。その区間しか歩いてないんで。これじゃあ他にいない、それかだいぶ最初の方に。じゃあ自作人か。ない。自作人か、まさか自作人え、じゃあスパイヤー、正則が言ってることは、正則さん言ってることは割と正しいから、これ見てたってことだ。俺らに来る前に見てたから、右のエリア殺しに行く時間絶対ないんだよ。正則、スパイヤー、ゲロは多分白い。フォイ、タイジ、ショコ、ケンキ、カメラ見てる誰か。あ、怖い、これ多分俺ね、 DJ フォイマジで黒いと思う。やべえ、これタスクのマーク出てくんないと分かんないんだけど。出た、このタスクむずいんだ。あ、これじゃないか。あ、怖い。ほら、今絶対やってるもん。やりに来てるもん、これ。絶対やりに来てるよ、DJ ホワイ。これ、マジで危ない。ほんとに危ない、これ。絶対そう。これやってるわ。ゲロさん。あー、ゲロさん。どうです。見つけました。これ。カフェテリアかなからまっすぐ下降りて、はい、どんどんの辺、右側っすかね、あのカフェテリアの、真下にすぐ部屋あるじゃないですか、なんか石油のとこの、うん、あっ、はい、右側かな。なんかギアさんとショコさんは医務室にいたの見てたんで違う気がする。3人たまたまそこでかぶったら。スパイヤショコさんとは俺ワンワンになって殺されてないし、俺目線マサノリさんも白いんだよ。僕は白いっすよ。それだいぶ白いっすよ。マサノリさんもアドミンが言ってる教授正しかったんだよね。僕あのずっと見てた最初で、今見てたよね、ずっと。ホイさんとあの関さんが来たタイミングで、あの僕見られたから、じゃあケンキフォイじゃないの、これ殺してそのまま通報してるべ。ちょっと待ってくださいよ。ケンキさん怪しい。ちょっとケンキくんやっぱ臭い。口数少ねえし。いやでもそのファッションももうなんか。これ時間がかかりますと思う。ちょ、俺もう一回鳴らすわ。俺もう一回鳴らすわ。もう一回鳴らす。しちゃおうかな。おおおお。言ったね。俺鳴らそうと思ったのに。タイム。ああ、じゃあ、鳴らさなくていいか。言ったね。ケンキフォイはかなり怪しい。スパイギア、マサノリは、マサノリはちょっと怪しいけど。これ、下手に今鳴らして、死体消えるのがちょっとまずい気がする。ヤニー、お疲れ様です。うまいよ。お疲れ様です。あれ？ホイさん、あれ？はい、リーダー勝利あざっす。あーす。やるね。リーダーあざっす。やるね。ホイ君は正直分かりやすかった。あざっす。いやいや、負けてない俺はだから。いや、マジで。なんで俺突っ出すの？はい、ホイさんってことですか？ケンキさん、ケンキさん釣られたの？いや、俺ね、あれスキップ入れたんよ。誰？お、びっくりした。スキップ一人しか入れてなかった。俺以外みんな入れたでしょ。入れたけど。
俺ビビったわ、あれかって釣りますかって言ってもう流れてたからね。申し訳ない。怪しかったかな。ケンキさん嫌われてんのかなと思って俺。あれマジでクソビビったわ、早すぎて。確かにケンキくん大した理由もないのに。めちゃくちゃ抵抗してたから。3人で行動してるって言ってたのになぜか。いやけどこれぐらいカジュアルの方がいい。むずいなこれ。いやおもろいっすね。みんな下手だな。俺ももちろんだけど。いやでもなんかね、DJ ホイぶっちゃけわかりやすいよ。だって喋んなすぎでしょ。あ、怖い。あ、怖い。あ、怖い。殺される。あっ。嘘。あー。あ、おー。これ、カブエンジンで死んでましたね。カブエンジンか。カブエンジン。ゲロさん、何されてたんですか。確かに。僕、左行って、それの下行って、うん、はい、で保管庫行って今シールドルームにいました。めっちゃ暗くないですか。容疑者じゃあどういうこと、どういうこと、なんでなんでよ。確かになんでなんで、まあ確かに、まあ分かんないですけどね。まあまあまあ素直すぎる。でも素直だからすごい素直。犯人だったらこんな素直に第一容疑者みたいなルート言わないですよ。でも僕一回も見てないですよ。あ、ギアさん見かけてない。違う違う、左行って、医務室行って、カフェテリア戻って下行ったんだ。あー、あ、じゃあ株エンジン行ってないってことですか。あ、なるほど。株エンジンは行ってない、左下ですよね、行ってないです。あー、じゃあ結構左の上の方だけでってことです。なるほど、じゃあギアさんしか行ってないってことですね。ほー、勝手にしない。ギアさんしか行ってない、ギアさん。自殺だ。自殺とかいう話が出てくる。あ、もうそう終わってるわ。マジ終わってるわ。なんだ、自殺かって話出ねえだろ、アモンガスやってて。まあ、タスクやっちゃうか。タスク進めるだけでも。あ。なるほど。まさのりちゃん。なるほど。あら。うん。あら。どこですか、これ。これは、保管室なんですけど、通報するか迷ったんですけど、まあ、やっぱ通報しよっかなと思って。今僕グレーなんで、ここで通報するとあれかなと思ったんですけど。正義感に負けたっすね、正直。なんかうさんくさいこと言ってる。正直。正則さん管理室で あったな。誰だっけ。いや俺もあって、僕はカフェテリア側からウェポンルーム行ったんで、はい、下側行ってないんですけど、多分15秒ぐらいで死んだから、結構直前の犯行ではあるんですね。あ、そうなんですか、うん、カフェテリア。あ、そうなんだ。あ、違う違う、え、保管庫に、やっぱ保管庫ですね、はい。あ、保管庫でしょ。あ、じゃあ俺セキュリティルームで見てたんですけど、うん、はい、おじさんが正成さんと一緒に下に行くの見たような気が。いや、それはマジで嘘ついてるでしょ。さすがにあまりにも嘘ついてる。なるほど。そんなことするんですね。じゃあなんかカメラで管理室の前でなんか、ポイさんがそこでなんかタスクもせずにずっと廊下の前ぐる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 してたんですよ。いや、そう、カメラ見てたから、誰かがカメラ見てると思って、俺は責任だと思ってアピールしたんです。ああ、走り回ってマジっすよ。あ、ごめん、俺間違った、ちょっと見間違いかもしれない。そんな、うん、見間違いかもしれない。すぐ折れないでよ。もう、なんですぐ折れんの。ここまで話しといて。僕と一緒にいるのは、僕の近くにいたのショコさんですよ。ぐるぐるしてたのはナビゲーション前。全部違うもん。そんなに殺したいですか。一人でも人を減らしたいですか。ちょっとね、違うかもしれない。時系列あれなんだけど、これちょっと俺もう一回鳴らすわ。時系列あれなんだけど、電気停電になった時、俺と正則さんと泰治さんがちなみにいて、俺は先に出て、正則さんと泰治さんが二人になったシーンは多分あった。これもう一回鳴らしてもいいですか。あ、全然大丈夫です。この話をしちゃったんで、僕。ちょっと僕の話しますよ。これ、30分って言ったけど、あ、ないっす。はい、おー、わー、これ白いっすね、これ。これ、停電って今誰が止めたんですか。停電僕止めました、
え、じゃあもう、ナイス。え、じゃあもうめちゃくちゃ白いじゃん、2人。僕、ボタンもう一回押そうとして押せなかったです。ああ、そうやと思って、1人1回や。ああ、そう。いや、それ、殺そうとしません？ボタン殺そうとしたでしょ。それ、殺そうとしますよね。じゃあ、それ、タイジさんから言われる前に自分から言わないでしょ、僕。そうですよね。まあ、そうですよね。俺が誰か助けて。ボタン前で待機してたんですけど、なんでポイさんもうボタン使ってんのにいるんだろうとはちょっと思ってたけど、俺、まあ、でも勘違いしてんのかなとか思ったら、押さなきゃと思った。ただ僕の押す回数はもうゼロでした。はい、これ釣れなきゃダメですね。もうボタンもなくなってきてるから。いや、俺結構ホイゲロライン怪しくて、ケンキさんが分かんなくて、初行関さんが。だいぶ白いっていう感じですね、俺の。いや、もう完全に同意っすね。もうどれにしようかな。ギョーさんになっちゃった。なんでリーダーがいたら、リーダーがいたら、リーダーがいたら、それはもう。いや、本当にいいのか、それ。いや、でも分かんないっすね。そうなんだよな。え、ていうか、まさなりさんは、ごめんなさい、ごめんなさい、あのちょっと戻って、どこで死んでたんでしたっけ、そもそも。保管庫の、はいはいはい、保管庫らへん、僕、通りましたけど、ショコさんを何回か見ましたよ、でも。え、それ最初、最初ですか？いや、一番最初かな。いや、一番最初かも。一番最初、俺、ショコさんと近くにいたんで、それ嘘っすね。あれ？いや、絶対、いや、ショコさん、俺、あれ通り過ぎましたよね。いや、見てないっす。え？なんで？なんで嘘つくの？絶対と俺、2回通り過ぎちゃった。ちょっと待って、これ、え？なんで嘘つくの？なんで嘘つくの？これちょっとゲロさんガチっぽい。いや、前線でみんな暗く見えなかったとかじゃない？なんで嘘つくの？2回通り過ぎたけど。なんで嘘つくの？ちょっと待って、これ俺が騙されてるかも。退治処方に、いやでも中立的な立場の人が退治処方が無理って言ってるから無理か。これ鳴らしていいんじゃない？俺鳴らすわ、言ってこれ。絶対これ動くならここだから。使いとく、これ腐らせるや。あ、これ。いや、これ。いや、これはもう分かるでしょ、多分。ああ、さすがに。あ、これは、これって。今、僕は、はい。まあ、ボタンで鳴らしたんですけど、はい。まあ、犯人が動くならここだろうなと思って鳴らしたんですよ。はいはいはい。はいはいはい。ありましたよね、今、原子炉で、リアクターで、はいはい。関裕太、大地健気が今止めてたじゃないですか。まあ、健気さん後から来たけど、まあ、止めに来たじゃないですか、ちゃんと。はいはいはい、で、フォイ君がね、カフェテリアから来て、医務室に入ってったんだよね。あ、そうですね。多分一人で動いてましたよね。はいはいはい、そうですね。遠くから来てたわけだよね、今は。はい、はい。で、まあ、医務室入ってって、まあ、多分タイミング的に犯人動くならここだろうなと思って、一人で動いてるやつが、はいはいはい、まあ、犯人だろうなっていう、まあ、多分、うん、ここの意見は合ってますよね、僕の認識は。いや、合ってますね。やったよね、多分これ。まあ、やるかやらないかで言うと、うん、まあ、俺の周りに、まあ、友達はいなかった。どういうですね。どういうこと？どういうこと？まあ、やったかやってないかで言うと、まあ、それ一旦さておき、確かに、うん、まあ、俺は一人では動いては、いました。いたと。うまいですね。はい。で、まあ、ずっとグレーだったし、はい、まあ、でも完全にね、もう、ケンキさんわからんかったとはいえね。はいはいはい。うん。まあ、そうあの状況だと。もう、でも、言い逃れできなくない。死んでた可能性もあったやったじゃん、だってこれ。やってるじゃん。死んでた可能性もないでしょ、これは。これやってるでしょ、もう。やり。どうすかね。やり、なんか言い残すことないんですか、これ。やっぱり、どうすかね。もうだってもう言い逃れる気もないじゃん。いや、もうみんなこれ。もう諦めてんじゃん。もう。勝ちに行ってないってことだね。もう諦めてる。みんなと一緒にいたんですけどね。いや、もう、いない、もう、もう、虚無ってるもん。いや、俺、この人、どうかされたのさっき。ほら、もう、虚無ってる。俺、やっぱ、ケンキ君、おかしいと思うけど。そうなのかな。さすがに？そうだね。ああ、よかった。いやー、すみません、ゲロに。いやー、こちらこそ。すみません、ゲロに。